ウィリー・クレイ・アップ賞は、アメリカ合衆国テキサス州出身の、元プロ野球選手。NFL 選手のジーン・アップ賞とマービン・アップ賞は、いとこで、同じく NFL 選手のチャド・アップ賞は息子。1975年の MLB ドラフト5巡目で、ニューヨーク・ヤンキースに指名され契約するが、MLB に昇格することなく1977年12月5日に、ルール5ドラフトで、 トロントブルージェイズに移籍。1978年4月9日の対、デトロイトタイガース戦で、一類種のジョン・メイベリーに、川竜翼種の守備について、MLB デビューを果たし、6回表の第2打席で、ジャック・ビリンガムからセンター前へ、MLB 初安打を放った。1987年まで、トロントブルージェイズの主力打者として活躍。 同じ時期のブルージェイズの一塁史及び指名打者には後に MLB で本類打王となったセシルフィルダー及びフレッド・マグリフがいた。1988年3月25日に金銭トレードでクリーブランド・インディアンスに移籍するが物足りない成績に終わり同年11月4日にフリーエージェントとなった。1989年 MLB で2年連続20本塁打を放った、実績を買われ、阪神タイガースとの争奪戦を経て、NPB の福岡大英ホークスに入団、角田博光に代わる手法として期待される、入団1年目の1989年は33本塁打、80打点を放って、チームに貢献したが、2年目の1990年は、同年からは、 監督に就任した田淵光一との確執、開幕から低空飛行で7月に2度目の2軍落ち、そのまま途中帰国で退団した。1993年から2年間テキサスレンジャーズ、1996年から2年間はブルージェイズのコーチ、さらに2007年にはサンフランシスコジャイアンツで一塁ベースコーチを務めた。2014年には8月19、 20日の西部戦で開催するイベント福岡クラシック2014に初代大英王ビースケットとしてトニー・バナザードと共に招兵を計画されていたが実現しなかった。1989年10月3日の対日本ハム戦にて西村元文からの背中への支給に決行し外野まで西村を走って追いかけ捕まえたことから両軍がベンチから飛び出し 無関係のトニー・バナザードと若菜義春が特組合になるなど両軍入り乱れての大乱闘に発展。結局アップショーは暴力行為により退場処分となった。その後交代した日本ハムの金沢次男が藤本博にインコースの玉を投げたことで藤本が保守の田村藤雄に激怒し二度目の大乱闘となった際は退場処分を受けたはずのアップショーが グラウンドに出ている姿が、同年のプロ野球チプレイ、高プレー対象で流された。ありがとうございます。